では帝国図書館になりましたので、ただいまから記者会見を始めます。本日の出席者は富山県厚生部大谷です。同じく厚生部健康対策室森田局長です。初めに大谷から説明いたします。ではお願いします。それでは私から本日の新型コロナウイルス感染症の発生状況について説明させていただきます。本日でございますが、お手元にお配りした資料のとおり419人の患者が入院されております。うち臨床診断後につきましては19人であります。引き続き400人台という高い人数のですね、多くの人数の構想しなければなりません。感染対策を徹底していただきましてですね、感染が広がらないように、ご注意いただきたいと思います。それから本日配布しました資料の最後のページにございますけれども、本日は死亡事例のご報告があります。一人の方がお亡くなりになっておられますので、ご案内をいたします。発表資料につきましては、以上でございますが、本日、私の方からクラスターを1件、ご報告させていただきますので、よろしくお願いします。介護老人福祉施設におけるクラスターの発生でございます。県内では204例目、3月では39例目のクラスターになります。概要でございますが、高岡市の介護老人福祉施設で職員4名、それから入所者2名、計6名の感染が確認されたものでございます。感染者の状況についてご説明いたします。まず3月7日に職員1名の陽性が判明いたしました。3月8日に公表いたしました21070番であります。続きまして3月8日の日に職員1名の陽性が判明いたしました。3月9日に公表いたしました21730番です。3月9日になりまして職員1名がさらに陽性を判明いたしました。こちら本日公表の資料になります。資料は3ページ一番下になりますが22312番こちらになります。そして3月10日、職員1名、それから入所者2名の陽性が判明いたしました。こちらも本日の公表になります。資料は7ページ一番下になります。22368番、それから続きまして次のページ一番上の8ページ目の22369番、それと番号がページが少しおりますが14ページなどとおりまして、14ページ中ほどの22459番、こちらの方3名になります。これで、繰り返しになりますが職員は4名、入所者2名、計6名の感染が確認されます。検査の状況についてご説明いたします。まず職員でございますが、こちら65名の職員が全体でおります。こちらの中で、まず陽性が4名、陰性が2名、現在検査中が59名になります。入所者は80名を検査しております。陽性が2名、陰性が78名であります。施設の感染対策についてご説明をします。まず職員はマスクを着用しております。入所者につきましてはマスク着用は徹底されておりません。手洗い、手指消毒、それから随時の換気については行われておったと聞いております。施設の現在の対応でございますが、感染確認が分かってからは施設内の導入をいたしまして、感染対策も徹底に取り組まれております。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、では質問をお受けいたしますので、質問のある方は挙手にてお願いいたします。
こちらから指名いたしますので、指名された方は、今日のスタンドマイクまでお越しいただきまして、社名、お名前をおっしゃっていただいた上で、質問をお願いいたします。では、質問のある方、挙手をお願いいたします。はい、じゃあ、こちらの方、お願いします。本日新聞の長森です。お願いします。まあ、お一人また今日ですね、お亡くなりになったということだったんですけれども、この方は入院しておられた方という理解でよろしいでしょうか。はい、結構です。本日お亡くなりになったということで、ちょっとまだもしかするとまだ情報入ってきたいところもあるかもしれないんですが、教えていただける範囲でご年齢、例えば若年層だったりとかっていう方がお亡くなりになっているのか、高齢者の方、比較的高齢の方だったのか、でワクチン接種も分からないで教えていただければお願いします。まず高齢の方だったと聞いております。ワクチン接種についてはちょっと私には見ておりません。本日富山さんの方からも、クラスターが4件あったということで、うち2件が介護老人福祉施設だったということで、ちょっとまた今までの小学校、あとはその、保育園とか幼稚園とかそういうところとはちょっと傾向として今日のクラスターだけ見ると変わって起こったというふうに理解しているんですけれども、このあたりの受け止めで県民へのメッセージとありましたらお願いします。はい、先日の記者会見で私、従来のその保育所あるいは小学校での感染が家庭に持ち込まれて流行が増えているというものから、20代、30代、40代あたりのですね、働き盛りの方々の家庭への持ち込みというものが増えているんじゃないかというお話をさせていただきました。実はあの日が特異事例的にですね、非常にケースが多かったので、今日あたりはさほどそういう傾向はないんですけれども、今ほどご指摘のあったように、今回の、私どもの本日ご説明したクラスターなんかの職員がまず端緒となって、感染が確認されております。私どものクラスターに限って言えばですね、職員の感染が広がる中で、入所者の方は、2名の感染で抑えられているという見方もできると思いますが、やはりこうしたそのご高齢の方、あるいは基礎疾患をお持ちの方の施設にですね、コロナウイルスが入り込みますと感染が非常に拡大してしまいます。なおかつなかなか対処も難しい、要するにその病院とかでの対処がやはりなかなか難しい方々だと思いますので、かかってしまいますと最悪の展開になるというふうに大変懸念しております。そういった意味でもですね、コロナが街中に広がっているというものも、働く世代の方がですね、そういうご家庭なり、あるいはこういった施設なり、あるいは会社なりにですね、持ち込まないように、改めて感染対策を徹底をしていただくということが、大変大事ではないかなというふうに思っております。最後に、クラスターの件なんですけれども、職員、入所者は、これは全施設内の全職員、全入所者ということですか。で通常の方等はいるとかではない、もう基本的にこのクラスターに関してはこの発表いただいた人数でっていうことですね。はい、こちら入所のための施設なので基本的には、はい、はい、ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますか。はい、すみません、富山新聞の松川です。クラスターについてお聞きします。施設の入所者のワクチン接種の有無と、今回の感染者6名の症状を、教えてください。ですね、まずそのワクチン接種は基本的にそのこちらご高齢の方なので、接種は進めておられます。3回接種を打たれた方もおられると聞いておりますが、職員の方につきましてもこういった施設なので、接種をしているケースが多いですけれども、中にはちょっと1回しか接種していない方もおられたやりは聞いております。はい、まずそういったことになっております。その感染した職員の方っていうのワクチン接種の状況というのはどんな感じなんでしょうか。感染した職員の接種につきましては、職員、今日ご説明しましたのは4名ですけれども、4名全てが2回接種とか3回接種というわけではないので、
見て、まあ、体の向こうに打てない方もおられるかもしれませんけども、打たれていない方もおられたと。打っていないというのは3回目は打っていないということでしょうか。で、1回とか2回の方もおられるということなので、2回の方はもちろんそういうことですけど、3回目接種はできていないということです。感染された方は何か重症化しているとかそういう状況とかとか、はい、本日発表された方につきましてはいずれも軽症ということになっております。お年寄りの方の施設で感染がですね今のところ抑えられているとするならば2回接種あるいは先ほど申し上げたように施設の中には3回目接種を受けた方もおられますので、まあ、一定程度ワクチンの効果が出ているのかなと思っております。働く方につきましてもやはりいろんなご事情があるにしても行っておられない方というのはやはり感染する可能性が高いものでできるだけ、感染の機会を予防するためにも施設とかいろんな周りの方を守るためにも打っていただきたいという気持ちでございます。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいませんか。はい、じゃあ続きます。北日本放送和家です。よろしくお願いします。亡くなられた方なんですが、まあ、入院中ということだったんですが、これ重症の方かどうか、教えてもらえますでしょうか。高齢の方だったということは私は知っているんですけども、ちょっと待ってください。答えられることありますか。いや、今お茶をします。あ、それは答えられないということですか。わからないということですか。統計的に後ほどまたお出しするので、今日はちょっとまだ情報がないので、今日はお待ちください。重症者はちょっと減っているので、もしかしたらそうかなと思いながら見てたんですが。必ずそういう意味ではありません。ということですね。はい、ました。まあ、一時期よりも減ったとはいえ、やっぱり400人台という多い数字が続いていますが、なかなかこうピークアウトしない理由について、県の方ではどんな見解をお持ちでしょうか。教えてもらえますでしょうか。はい、正直もう少し患者数が少なくなっていけばいいなという気持ちはございますが、なかなか、収まってまいりません。一つにはやはり相変わらずですね、個別のエリアによってですね、感染拡大が広がるところがあるということですね。保育所でございますとか小学生の方もワクチンを打っておられない現状においては、一人何らかの形で、感染が始まってしまいますと、広がっていくということなので、まだまだその、もちろんその全員かかるという状態にはならないにしてもですね、一定程度のですね、感染がウイルスを持ち込まれるような施設がまだまだたくさん残っていて、そちらのところに一定程度広がっているという傾向が一つあるということ、あとはもう一つはやはりこの間からお話しているようにですね、広がり方として特に今月に入ってから30代の方40代の方が家庭に持ち込まれるケースというのは増えているように肌感覚ですが感じております。もちろん今までもそういうケースがあったんですね。ただ3月になってですね、やはりいろいろと人の動きが活発化しているという状態でございます。天気も良くなってきているので、いろんな意味でのその交流が実際にあるんだと思いますが、そういった中でも感染対策をなされていない場合というのはやはり広まってしまうということがございます。これから年度末に向けて3連休もございますし、いわゆる学校の春休みとか、そういった形でどうしても人の通りが増えてくる時期でございます。本来そういう時というのは人の告知で楽しむのがいいんだろうなと個人的には思うんですが、ただそういった中での感染対策に気をつけていないと、もう正直誰がウイルスを持っているかわからないといった現状ではですね、このオミクロン株の強力な感染力を持っておりますので、なかなか止めることができないということになろうかと思います。ピークアウトのメドみたいなものはいつ頃だとお考えですかね。正直先月600を超える大変大きな数字を出して、今週に入りましてから、それでもまだ高い400というものでとどまっております。もう少し減ってくればですね、少しはメドが立てるんですけども、
他県を見ておりましても、一つ一回山が越えて減少傾向に入った後でもですね、さらにもう一度広がりを見せている県もございますので、あのピークが過ぎたからといって決して油断はできません。あのできるだけコロナを、まあ、ゼロにはならないにしても比較的少ない数字まで持っていくためには、まだまだ県民の皆様のご理解ご協力が必要なのではないかなということで思っております。あのピークアウトしない理由の一番最初に挙げられた、保育施設ですとか、それから小学校で、まあ、感染が広がっているというのは、これイコールあのそういった小さい子どもたちがワクチン接種を受けていないからという受け止めでよろしいですか。はい、現時点ではやはり小さなお子さんのワクチン接種というのはできておりませんので、体をですね、ウイルスから防御する抗体価が非常に低いので、やはり入り込んでしまうと一気に広がると。まあ、お子さんたちにですね、あの感染対策をきちんと徹底しろと言ってもなかなか難しい年代も見られますので、となりますとやはり周りの大人たちがですね、どうしたらその施設に持ち込むことを防げるのかということに、あの今一度ですね、さらに様子を見ていただければいけないのかなと思います。体調が悪い方は、あのそういう園とか学校に行かない、それから大人の方であっても体調が悪いと感じられたら会社に行かない、あのできるだけお休みを取っていただいて、家の中に留まっていただいて、あのいろいろな社会とかそういったところに感染を広げないようにご協力いただくということになると思います。最後にもう一点だけ、その小さなお子さんが感染して、で家庭内で30代40代の方にこう移っているケースが多いというふうなご指摘でしたけれども、3、40代の方は多分ワクチン2回接種も終えているんじゃないかと思うんですが、やはりワクチンの効果、免疫の効果がなくなっているということの表れなんでしょうか。ご指摘の点も可能性としてはあります。それとワクチンっていうのは、あの感染、うつることを完全にゼロにはできないのですね。うつりにくくすること、それから重症化を防ぐことができるんですが、感染を全くなくすということには正直なっていないんだと思います。だからそういった意味でもですね、例えば3回接種したからもう私はうつらないんだと、そういうことではなくして、重症化しないようになったと、移りにくくなったと、だけど感染はいつ起きてもおかしくないから感染対策は続けようと、こういう形で取り組んでいただくことが必要なんだろうと思っております。ありがとうございます。はい、他に質問のある方いらっしゃいませんか。よろしいでしょうか。はい、今以上で記者会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。